皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は赤外線天文衛星あかりの後編をやっていきます。前回はいろいろと苦労があった末にようやく打ち上げられて、なんかトラブルがあったみたいな感じだったな。そうね、その辺の解説とサブペイロードの紹介もしていくわ。サブペイロードってなんだ？気になるならしっかり解説していくね。期待に応えなくていいぜ。ああ。私の名台詞を思い出したところで解説をしていくんだけど、言うほど名かな。ニュー5ロケット8号機で打ち上げられて所定の軌道で切り離された赤外線天文衛星あかりは、地球を半周した後に搭載された各種センサーを使って自分で軌道や姿勢を制御するんだけど、あかりから送られたデータには異常が発生して姿勢維持ができなくなったと書いてあったわ。一体どうしたんだ？あかりに限らずほとんどの人工衛星って電力を必要とするから太陽光パネルで発電しているわけなんだけど、ロケットから切り離された後に太陽光パネルを展開してまず最初にやることは発電量を確保するために太陽光パネルを太陽に向けることなんだよね。なるほどな、発電できなきゃ意味ないしな。でもあかりは太陽を検知する太陽センサーの異常で太陽を探せなくなってて、どうすることもできないから軌道の流れに身を任せていたわ。川の流れみたいな感じか。異常を知った姿勢制御担当班は機能復帰運用を始めるわ。太陽センサーが壊れているのにどうやるんだ？自動がダメなら手動でやればいいじゃないってな感じで、明かりの位置と姿勢情報を元に地上からの指令でスラスタを稼働させて太陽光パネルを太陽に向けるわ。言うと簡単に聞こえるけど腕と知識がいるんだろうな。でも太陽センサーは故障したまま復旧ができない状況だから、明かりに搭載されている地球センサーとジャイロセンサーを使った姿勢制御プログラムを急遽開発して明かりに送りプログラムを書き換えたわ。難しそうなことをさらっとやってのけるんだな。そして明かりは観測運用を始める前に蓋を開ける必要があって、蓋とかついてるのか？そうよ、望遠鏡を絶対0度付近まで冷却させるから、明かり全体が魔法瓶でできてるようなもので、魔法瓶の中に望遠鏡や液体ヘリウムのタンクがあるわ。大きな魔法瓶ってことか。中に望遠鏡が入っているから運用準備ができたら蓋を開ける必要があるんだけど、ここでもちょっとしたトラブルがあったわ。何があったんだ？さっき太陽センサーの故障で姿勢や軌道の維持変更ができないってあったでしょ？ああ、そうだけどそれってもう解決したんじゃなかったか？そうなんだけど、トラブルを解決するまでの時間があったから、蓋を開けるまでの期間が当初の予定の3倍かかったのね。明かりって蓋を閉めていると開けている場合と比べて液体ヘリウムを4倍早く消費してしまうのね。消費するってことは蒸発してるってことだから、蒸発した液体ヘリウムは明かりから吹き出すわ。なんだか嫌な予感がしてきたな。だから蓋を開けるまでの間、明かりは液体ヘリウムの蒸発による噴射で加速されちゃって、本来なら高度を下げ続けるところを毎日数十メートルも高度が上がり続けたわ。上げるな、下げろってところか。マリサ、それがわかるのはインターネット老人会の皆様だけよ。霊夢だってわかるくせに。私は17歳の JK、 何度言えばわかるの？そんなことを何度も言えるズーズーしさに感心するぜ。打ち上げられてから色々あった明かりだけど、実際の観測運用では全天サーベイという宇宙全体を観測する運用を2回行って、様々な観測画像を残したわけなんだけど、その一つがこれ。これはどう見ればいいんだ？これは地球側からくるりと一周しながら撮影した全天画像なんだけど、真ん中に広がる帯は天の川銀河で、真ん中の明るくなっているところが天の川銀河の中心部よ。やっぱり明るいだけあるんだな。そうね、中心部はたくさんの恒星が集まっていたり、新しく星が生まれたりして、星間チリやガスが温められて赤外線でも明るく見えるね。そういうことか。そしてこうするとわかりやすいかも。星座と合成してるのか。赤外線画像の白くなっているところはさっきも言った通りなんだけど、中心部以外にも白くなってるところも新しく星が生まれてチリやガスが温まっているところだから、可視光ではわからなかった星が活発に生まれている領域っていうのがよくわかるようになってるね。っていうか、どうやって星って生まれるんだっけ？星を作るための材料は濃いチリやガスでね、チリやガスの濃度が上がったところに小さくてわずかな重力が発生して、その重力に周辺の塵などが引き込まれていって少しずつ大きくなり、大きくなるとますます重力が強くなって雪だるま式に大きくなっていき、
長い年月をかけて新しい星が生まれるわ。だからこの画像の白いところは星を生成できるほどの濃いチリやガスがあるってことがわかるわ。そういうのを理解していないとただ温度が高そうくらいしかわからないな。なんでもそうね。ちなみに前回の解説で出したオリオン座と天の川の画像も同じで、ここの特に白くなっているところはオリオン座大星雲があるところで、チリやガスが濃くなってて新しい星が生まれているところってわかるね。なるほどな。でもなんでこういうのって可視光では見えないんだ？星が生まれるところならたくさんの星が集まってるってことだから明るく見えそうだけどな。それは濃いチリとガスの影響よ。どういうことだ？これを見て。なんなんだこれ。オリオン座大星雲のところにある馬頭星雲って言うんだけど、濃いチリやガスがまるでもやのように漂っているわ。すげえな、向こう側がよく見えない。他にもオリオン座大星雲をハッブル宇宙望遠鏡が可視光撮影したものだけど、可視光では隠れて見えないものが多いから赤外線で見て、星雲の中でどれだけ活発な活動をしているのか観測しているわ。それぞれ意味があるんだな。あとこれを見てほしいんだけど。どこの画像なんだ？ここは白鳥座 X 領域というところでね。ところどころになんとなく丸くチリやガスが薄くなってる部分があるんだけど、これってなんでそうなったのかわかる？いきなり聞かれても。さあマリサ選手、残り時間が少なくなってまいりました。ここで正解しないとせっかくの魔法店がキモータ宇宙ショップに変えられてしまう。マリサ選手、答えをどうぞ。冷えているから。判定は？マリサ選手、残念。霧雨魔法店は明日からキモータ宇宙ショップとして、実績のないただのフリーズドライ食品を宇宙食として売るお店になります。もう一回記憶を飛ばしてやるぜ。正解はね、成長した高温の星の集団から発している強い光でチリやガスが吹き飛んだのよ。光で吹き飛んだ？そうよ、一瞬でというわけじゃないけどね。だから大きな空洞みたいになって見えるわ。よほど高温で強い光なんだな。他にもたくさんの成果を上げている明かりだけど、最後に知名度の高い天体の観測画像を紹介するわ。みんなが知ってる天体ってことか。これね。ちょっとわからんぜ。これは 1999JU3 っていう小惑星なんだけど、聞いたことない？地球に接近した小惑星とか？この小惑星はリュウグウよ、ハヤブサ2が着陸したところね。マジか。この頃はハヤブサ2の検討を進めている時で、リュウグウという名前がまだついていなくて、ハヤブサ2の第一候補とされていたわ。行く前にどんなものなのか調べたってことか。そうね、表面の光反射率とか、表面温度などをあらかじめ調べておかないと。搭載するカメラやセンサー感度、機体の熱設計が決められないからね。結構重要なことだな。リュウグウのような小さな天体って、地上からの可視光観測で情報を得るのは難しくて、スバル望遠鏡でも点でしかわからないのね。大きな望遠鏡でも難しいのか。ハヤブサ2を着陸させるためには、リュウグウのある程度の大きさを把握しておいて、その情報をもとにプログラムを組んだり、軌道計画を練ったり、サンプラーホーンなどの着陸に必要な装置を決めるから、大まかにでもリュウグウの大きさを把握しないといけないんだけど、地上からの可視光観測で天体の大きさを測る場合は、その天体が太陽光をどれだけ反射して明るく見せているのか、というのを把握しないといけないのね。でも可視光観測なら明るさなんてすぐわかりそうだけどな。そう思うでしょ？違うのか？天体の明るさ、絶対反射率って言うんだけど、絶対反射率を知るためには天体の大きさがわからないといけないのね。同じ反射率でも大きい天体が明るく見えるし、小さいと暗く見えるからね。結局どっちもわからないとダメってことかよ。じゃあ他の小惑星とかってどうやって大きさを調べてるんだ？いろいろ方法はあるんだけど、光転運動量などから地球からのある程度の距離を把握して、物質構成が似ている他の小惑星などを基準として明るさなどを把握して計算しているわ。だから誤差があったり、およそだったり、観測時期によって数値が変わったりしているわ。なんだか難しいことしてるのな。ちなみにこの観測では直径900メートルくらいとされたけど、実際にハヤブサ2017-20-2020-90が観測するとおよそ700メートルだったね。ちょっと違いがあるんだな。表面温度などの観測結果からの計算だからね。ハヤブサ2による直接観測と比べたらいけないわ。なるほどな。そして最後に。ちょっと待て。何よ。さっきも最後とか言ってなかったか？
最後とは言ったけど、最後とは言ってないわ。何を言ってるんだこのお嬢ちゃんは。あかりと一緒に宇宙に行った小型衛星が2機あってね。一つは東光大の小型衛星。もう一つはソーラーセールサブペイロード、略して SSP っていう衛星で、直径10メートルクラスの扇状に広がる膜を持った実証衛星だったわ。何をする衛星なんだ？太陽の光の圧力を利用して姿勢制御と推進発電をするソーラー電力セールを目指して、その一歩となる膜の展開を実証する衛星だったわ。ソーラー電力セールとか、そんな三位一体みたいなことができるんだな。今は小型ソーラー電力セール実証機イカロスというのが宇宙に上がってるね。愛称はイカロスくんっていうみたいだけど。そうなんだな。イカロスくんのことはまた今度の機会にするとして、今回あかりと一緒に打ち上げた SSP は、膜の展開中にデータ受信トラブルがあってね。地上で受信したデータが破損していて、よくわからないまま進行して、途中でデータが送られなくなって、膜の展開も3分の1まで進んだところで何らかの原因で停止したまま終わったわ。あらま、原因もよくわからないんだな。そうね、その後の SSSAT という一歩進んだ実証も最後まで進まず、イカロスで全項目の実証を達成したわ。3度目の正直ってやつだな。3度目はそもそも予定になくて突然決まったから時間も予算も足りなさすぎたわけだけど、川口純一郎先生だったからっていう感じかな。川口先生ってあのハヤブサの？そうよ、あの川口先生よ。マジか。話をあかりに戻して、あかりは2006年2月22日に軌道投入されて、4月13日から観測運用開始、2007年8月26日に液体ヘリウムを全て消費しきったため、絶対零度付近が必要ない近赤外線での観測に切り替えて、2011年5月、設計寿命3年を大きく超えているため、バッテリーの劣化が激しく、太陽が当たらない夜の部分になると、電力不足で衛星が停止してしまうようになって、2011年11月24日、電力不足で観測を継続できなくなってしまったため、運用を停止して3年の設計寿命を超える5年9ヶ月に及ぶあかりの宇宙での活躍は幕を閉じたわ。お疲れ様。JAXA は赤外線天文衛星の後継機として、日本、アメリカ、カナダ、EU、台湾が協力して進めるスピカを2027年から2028年に、H3 ロケットで打ち上げることを目標にしているわ。まだ結構先の話だな。そうね、見たい方はぜひ長生きしてください。生きる目標かよ。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。